マリサ、私の手料理の味はどうかしら？美味しくもなければ、まずくもない。すごく中途半端な味、賭博黙示録一巻冒頭の頃の開示みたいな味なんだぜ。何よ、せっかく作ってあげたのに。この腕前じゃ、嫁のもらい手はいなそうなんだぜ。痛いところをつくわね、結婚なんか誰がするか。食わしてくざんすよ、結婚したら生涯、いずれ必ず飽きる女を。これは大月に料理を習った方が良さそうだな。なんでわざわざ大月に？実は大月ってグルメなだけじゃなく、料理上手でもあるんだぜ。確かに、大月の料理ってどれも美味しそう。それじゃあ、今回は半京の大月手料理全集を紹介するぜ。どんな手料理が出てくるか、ワクワクするわね。ってことで、いざ開帳。最初の大月手料理は長ネギと生姜たっぷりつみれ鍋だな。冬に食べたい半京グルメの回でも紹介した一品だぜ。陰気味の状態でもペロッと食べられる、悪魔的鍋だぜ。あれだけ勢いよく食べれば、栄養補給はバッチリね。ビタミンやタンパク質をバランスよく摂取できてるしな。スーパーでテキパキ買い物してたシーンも印象的だぜ。風邪っぽい状態であれだけ買い物できるんだから、大月は料理作りに慣れてるんだな。スーパーの買い物って難しくて、つい余計なものを買ってしまうのよね。大月はネギ、生姜、卵、豚肉などなど必要なものだけ買ってるしな。さらにちゃっちゃと調理まで済ませるんだから。手際がすごい良くて、1時間後には料理がすべて完成していたぜ。もしかして、大月って結婚相手として理想の男性なんじゃ。私、大月にちょっとプロポーズしてくる。待て待て、大月は結婚否定派だぞ。婚活会でも結婚する意味がわからないって言ってたじゃないか。まさか告白する前に振られるとは思わなかったわ。3種類のカレーは、大月がカレー欲を満たすため、山で自作カレーを作る回で出てきたやつだな。インド人と抱きしめ合うシーンのシュールさがすごい回だ。クラウチングスタートする大月母のシーンもね、1種類目のバターチキンカレーが美味しそうなのよね。わざわざアイスチャイを用意するあたり、大月のこだわりが感じられるぜ。ご飯もサフランライスにしてるあたり、大月は凝り性なのかもしれないな。2種類目のサイコロ上牛肉入りカレーもうまそうなんだぜ。温泉卵を用意して乗せるシーンが食欲そそられるのよね。朝のコーヒーを飲みながら、牛カレーなんて食べたらたまらないぜ。バカが、うまいに決まっとるだろ、こんなもの。そして3種類目の実家のカレーでは、まさかのオチが。いつか成功版の実家カレーを作れると良いわね。次の大月手料理は、キャベツたっぷり餃子だぜ。これは宮本さんの誕生日会で出てきた手料理だな。みんなで楽しく餃子パーティーをしてるのが記憶に残る回だぜ。その後、まさかのループ展開が始まるんだけどね。餃子の皮は宮本さんのお手製。餃子の皮って手作りするとなかなか美味しく仕上がるんだよな。それに大月の餡に関するこだわりもすごいんだぜ。キャベツをマシマシにするのよね。餃子パーティーで肉多めの餡だと、途中でうんざりしてきちゃうからな。さらに夜の部では、生姜たっぷり餃子なんてのも出てくるぞ。宮本さんが秘蔵の赤ワインを出すほど、美味しい一品のようだぜ。赤ワインと生姜って相性良いのよねー。美味しい料理は美味しい酒を引き寄せるってナレーションも納得なんだぜ。特に大月の手料理は飲みたくなるメニューばかりだな。ちなみにループ後の世界ではラム肉餃子なんかも出てくるぞ。ラム肉に秘蔵の赤ワイン、想像しただけで悶絶しちゃうわね。大月の焼きうどんは、木村亭で父親の料理の味を再現するために登場したぜ。なかなかノスタルジーな気持ちにさせてくれる回なんだぜ。父親の料理って、それだけで特別感があるのよね。木村さんの言う通り、晴れ感があるんだぜ。大月父が意外とこだわって焼きうどんを作ってることも印象的だぜ。麺を下茹でしたり、野菜を細切りにしたり。案外、男の人の方が料理にこだわりがあったりするのよね。そのこだわりは、息子である大月にも受け継がれてるようだぜ。木村さんがちゃっかりビールを用意してくれるのも嬉しいところだぜ。思い出の父親の味にビール、大人になったからこそできる、最高の贅沢ね。ラストの夕焼けがまたいいシーンなんだよな。夕焼けってことは、カラスが鳴いたらカラス戦でリシ1割になるわね。急に恐ろしい利息の話になったんだぜ。続いてはアジとイワシの南蛮漬けだぜ。これは海釣りで伊沢が大活躍する回に出てきたグルメだな。この話の伊沢はまさに怪談師って感じなんだぜ。どこの点だって感じね。でも確かにこの回の伊沢は爽やかで、支持したい釣り人って感じよね。そんな海釣りで釣れたアジやイワシをまとめて調理したのが、この南蛮漬けだぜ。ほかほかのご飯とビールで食べる南蛮漬け、もうたまらないんだぜ。しかもご飯は最新式の土鍋炊飯ジャーで炊いたものだしな。だからご飯におこげがついてるのね。
本当は寝かせるともっと美味しいらしいけど、これでも十分うまそうに見えるんだぜ。ほんとよね、よだれが止まらないわ。かかか、ここ、キキキ。平等みたいによだれ垂らしながら笑うの、軽くホラーだぜ。ビールも美味しそうだし、二次会の日本酒も取っておきって感じがいいわね。霊夢は酒のチェックに抜かりないな。私たちも二次会始めちゃう。まだ飲むには早いんだぜ。二つ紹介が残ってるからな。まさかの大楽天グルメ、無水カレーの紹介も忘れちゃいけないな。これは地下で自炊することになった回で、大月が作ったグルメだな。班長の中でも、班同士の対決が一番書かれた回だったぜ。マリサ、カレーならもう紹介したわよ。くくく、これはただのカレーじゃないんだぜ。その名の通り、なんと無水。水を使わず、玉ねぎやじゃがいも、トマト缶の水分だけで作ったカレーはめっちゃ濃厚なんだぜ。大月ってカレーのバリエーションが豊富なのね。そういえば他の班も美味しそうな料理を作ってたわよね。初日は地下でまさかのパスタが振る舞われたぜ。二日目の天ぷらも、熱々で衣だけでもご飯が進む一品だ。三日目の顔漫才に至っては、荻窪のエスニック店で働いていた山木の、本気が感じられる味だぜ。どの班もレベルが高いわね。そんな中でもトップに立つ大月の無水カレーはかなりのレベルなんだぜ。これもビールと一緒に食べたいグルメだったわね。ラストを飾るのは屋台おでんだぜ。これも冬に食べたい班長グルメの回で紹介した一品だぜ。クリスマスにキャンプ場で屋台おでんを作る回で出てきたグルメだな。この回ってすごくワクワクするのよね。自分たちで屋台を自作するなんて最高じゃない。確かに真似したくなるよな。キャンプ用のシェードとのれん、家庭用の角型おでん鍋を用意すればできるお手軽さも魅力だぜ。みんなで屋台おでんを食べながら一杯飲むの、最高ね。宮本さんたちは熱燗を飲んでる様子だったな。実はクリスマスっぽく鶏ももが入ってるのもポイントだぜ。クリスマスに男だけ集まっておでんを食べる。こういうクリスマスの過ごし方もありかもしれないわね。ちなみに大月と宮本さんは2年連続で一緒にクリスマスを過ごしてるぜ。この二人、めっちゃ仲良しね。以上、班長の大月手料理伝習の紹介だったんだぜ。ちなみにこれ以外にも、大月は78話で手料理を披露しているぜ。なんでこの会話ノーカウントになったの？具体的な料理名が書かれてなくて、説明が困難だったからな。この会に出てきた料理の詳細がわかる人は、コメント欄で教えてほしいぜ。私も大月に教えてもらって、料理上手になろうっと。披露する相手もろくにいないのに。また痛いところを刺してきたわね。マリサは二度刺す？それじゃあ霊夢の料理は私がいただくんだぜ。自分も大月に手料理を習いたいと思った人は高評価、チャンネル登録もよろしくね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。